国鉄多岐6650系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した私有貨車である。本項目では本形式と専用種別が同一の多岐6950型についても解説する。多岐6650型は、コンクリート混和材専用の30トン石炭車として1967年4月18日に1両が、 日本車両製造にて製作された。その後本形式は、増備されることなく、形式消滅まで一形式一両のみの存在であった。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置し、小滝と表記する。本形式の他に、コンクリートン和材を専用種別とする形式には、滝6950系の一形式が存在した。所有者は、 石油二役であり、常備液は塩釜線の塩釜不等液であった。タンク帯は普通構成のドームなし自家円筒型であり、二役方式はタンク上部にある積み込み口からの上入れ、突出管からの下出し式である。車体色は黒、寸法関係は全長は1 1 0 0トル、全幅は2 4 7 0ト、mm、ル。 全高は 3569mm、台車中心間距離は 6000mm、事業席は22.0立方メートル、自長は14.0トン、換算量数は積車4.5、空車1.4であり、台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1983年12月21日に廃車となり、同時に形式消滅となった。 車令十六年と、短命な形式であった。多岐六千九百五十型は、コンクリート混合材専用の三十五トン石タンク車として九百八十年十二月二十三日から九百八十二年十月十八日に、かけて四両が、日本車両制度一社のみにて製作された。所有者は、藤沢薬品工業の一社のみであり、東海道本線貨物支線の名古屋港駅を、 常備液とした。タンク体はステンレス構成のドームなし自家円筒型であり、二役方式は積み込みはマンホールからの上入れ式、荷下ろしは土質管からの下出し式である。多機6952、多機6953は内部が核壁により仕切られており全区画、中央区画、五区画の3室構造であった。前後区画と、 中央区画に同時に異なる2種類の積み荷も運用可能であったが、各種の制限もあった。このためマンホールは3箇所、都市使は2箇所あった。車体色は黒、寸法関係は、全長は 12,200mm、全幅は 2,500mm。 全高は 3763mm 五十6952千九6953は 3818mm 台車中心間距離は 7900mm 事業席は29.9立方メートル五十6952千九6953は30.0立方メートル地長は15.0トン 五十6952千九6953は16.7トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR213C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1996年5月に4両とも、廃車となり、 同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。国鉄多千6950経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。